ください。おい、藤宮さん、
こう。藤宮さん、疲れているようだ。あと少しだ。頑張ろう。東インターチェンジで
彼女を濁流から助けた時だった。彼女を抱きしめようとして避けられた時、そのままにしておけなかった。藤宮さんは義理の母親と再会するのをとても迷っていた。僕は義母の方が悪いと彼女を焚きつけた。サーカステントに着いた時、僕は彼女に何も言わずにせせら笑ってやる、そう言った。藤宮さんの義母片桐芳恵さんの容態はかなり悪いようだ。藤宮さんは芳恵さんに怒りをぶちまけていた。しかし芳恵さんはそんな藤宮さんを許し、そして安らかに息を引き取った。富坂駅前の広場で父親と再会した時、藤宮さんはお母さんがお母さんがとずっと泣いていた。